どうも、ご登場します。はい、本日は、7月28日ということでね。なにわの日ですね、おめでとうございます。明日から大阪行くんだけどね。いや、そうなんですよ。しかし、お先に。今日行っとけばよかったな。そしたらな、本日は、エアジョーダン1ローつまくろということでね。まあもう1個取ってんですよね。あ、そうなんですよ、そうなんだけども、やっぱこれ名作カラーでオリジナルカラーでもあるから、ちょっとやっぱもう一足欲しいし、やっぱここはちょっと狙っていきたいなと。私は全然大丈夫です。1足あれば十分な花で。あ、そうそうそう、あ、ごめんね。そしたらね、いや本当暑いですよ。今日も38ぐらいですからね。もう11でとてつもなく、まあ今36ぐらいかな、とんでもなく暑いんですけども、なんで今日、ゲストプレイ来ましたちょっと友人紹介しましょうか、こちらでレストで。こんにちは、マクファーと申します。佐藤マクファーレン勇気選手でございます。ねえ、マクファーのバスケ選手だよね。ずっと一緒行こう、まあ、一緒行こうって言ってて、とうとう今日やっとね、一緒行けるということで。超楽しみですね。マクファー並びに行ったことある？一回だけあります。あ、本当に？それこそジョーダン1のローの、あの白とグレーのやつあったじゃないですか。はい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 、はい、あれどうしても欲しくて一回並びに行ったんですよ。あ、じゃあなかなかない機会だこれ。いや、やっぱこうやってあのさらっとサングラスをこうね、まあ、今度とやっぱなんかちょっと違うというね。これでやっぱ偽物感がちょっとやっぱ強くなるよな。なんかちょこちょこ遊んだりはしてたけども、やっぱ並び行くって意外に行けなかったから。確かに ね、もう1年越しの ね、優勝した翌日にね行こうとしたしましたけど。ああ、本当はね。行っちゃう最初は、バチロレッテの、放送の次の日。その時もジョーダン1ローです。その時ジョーダン1ロー。そうそうそう。あれ行こうかって言ってて、で、マクファーちょっといろいろと、あの時忙しかったから、バタ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 って。そう、対応とかね、いろいろね。それもあって、ちょっと難しいってなって、ちょっとまあ、1年越しの。ようやくね、あるんですよ、よくね。今日は、まあ、どこ行こうかなっていろいろ悩んだ末、まあ、あの出会ったのが東京23だから。あ、そうですね、最初ね、東京23並び行こうかなと。あ、いいじゃないですか、ましょう。メモリアルだね。朝10時半からね、抽選ございますんで、ちょっとそれをまあ狙いに行きたいなと思います。じゃあちょっと向かいます。あ、意外にも時間やばい。時間ない、ちょっとじゃあ行くか。いや、暑すぎるめちゃくちゃ暑い。これ夏毎日並びやってたら死んでたな、これ暑すぎて。外でバスケットの練習とかあんましないですか？もちろん試合ほとんどスレッチ外なんでね。試合中からみんなやってます。あ、炎天下の中でもバスケットのスリオスリオしてます。バレーぐらいじゃない？外で影響受けるのって風とか。あ、そっか。バスケは全然ね。スリッチやばいですよ。スリポイントが強い会場だと思う。スリー入んなくて。あ、そうなんだ。超ロースコアで試合になるんですよ。どっちも決まらなくてね。そうなんですよ。あ、待って、あっちがブルー、まあ、一応あそこもね並べる。あ、そう。え、何人ぐらいブルー？20人ぐらい。あれ、ティーさんとアトモス今回共通だよね。共通。いや、あそこ行ったら確実なんじゃない？どうなんだろう。ティーさんが一番でもね、数多いですか多分。そうそうそう、数一番多い。そうなんですよ、ジョーダン系は。やっぱ T23 ですよね。そうそうそう、やっぱジョーダンの特化だから。まあ、A&S の外れ組が流れてくると思うんだけど、 A&S が当たりどんだけ出してるか分かんないから。ああ、20ぐらいじゃないの。ああ、でもやっぱまあ並んではいるね。あ、ってかやば。え、あそこの時計もう10時半になるんだけど。あ、でも26分だ今。焦る。ビビることないよ。時計がな。最後にブザービート決めないんだから。さあ、結構いますね。ちょっとじゃあ行きますか。スニアカ男子。やばいっすね。体重がいいから汗がすごい出ますよ。あ、汗かいてもイケメンだから。ありがとうございます。だってさ、一番最初ここのレセプションだもんね。そうそう、ここのレセプションで初めてマクファーだって、とんでもないイケメンいるなって思ったもんな。そしたらね、話しかけてきたんだよ、イケメンが。あ、来た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 。さあ、間もなくね、締め切りですけど番号もらいました。はい、サッパーですよ、サッパー3キロです。もう3キロ。で、40と。ね。いいじゃん。意外に少ないね。これいけますね、きっとね。あと、スニーカーズも多分多かったかな。確かに、スニーカーズも多分多かったんじゃないかな。スニーカーズ、やりましたね。やったっすけど、ダメだった。あ、ダメだね。なんか、これにかけてますね。僕、27.5 ね。27.5。今回、私、マクファーさんの、バックアップとしてね、後ろのセンターとしてね。センターとして大丈夫。絶対もぎ取ると。まあ、言ったら、俺も2足目欲しいんだけど、まずはマクファンを取るようになりますよ。っまあ、言ったら、もうシカゴの借りあるから、やっぱり。はいはい。どでかい借りあるから。いや、何倍もんじゃない？シカゴさ。大変じゃない？確かに、これだともう3回ぐらいやんなきゃダメだよ。感じの？あ、来た。あ、じゃあもう、あれだ。
俺たちの後ろもう1名だけで俺が41人でフィニッシュ、はい、当たり半分ぐらいじゃない30ぐらいじゃない。優先順位は7.5、7.8、だからこれこそ何センチあるんですか。29です。でっかセンターの船はなんかポジションはガード？ガードです。ガードで。めちゃくちゃガタいい。ガタいい。でも胸筋めちゃくちゃ出てる。ね。2メーターと対戦してますからね。確かに。スリーバイってポジションないんで。いやでも8月3日からね。いや新しくね。あの始まるから。長谷川さんもね。長谷川さんが。めちゃくちゃいいタイミングだよ。すごい確かにね。コムさん見るんですか。絶対見るね。決まりました。で、いや俺ね、あの1話だけは最初全員の情報なしで行くみたいな。あ、なるほど。あのだから長谷川さんの気持ちを一回肌で感じたい。その。いろんな楽しみ方あるね。あらかじめ見てこの人が行くんじゃないかみたいな考察するパターンもあるけど、そう俺は1話見てから止まないぞこの話で、なんかが決まった。あ、どうでしょう。え、なんて抽選中ですか。多分抽選始まるぞ。普段どこで買うんですか。二次流通。いや、スニーカーで買ってると思う。しかも割と買えてるイメージがある。すごい。シカゴ当たっちゃいましたね。確かに近くはだって限定アクセス行きましょう。いや、そうそうそう、バチブレット注文ツアーイエローの AJ ポートとか入ってますね。気づいた人結構少ないんですよね。確かに、マックスワンのね、ピンク色のやつとかね。そう、結構持ってったっすよ。履いてないやつ持ってたんで、ね、確かに長いもんね。あの川口さんもそういうの含めて、そう、進んでますね。え、でも結構当たってない。結構当たりの出てる。結構当たってる気がする。え、何ですか。全員当たりです。え、はい、全員当たりの当て替えです。 GS マルです。あ、GS マルだ。これちっちゃいのもあるから。たぶんマックファンが引きを見せるか。こういうの得意マックファン。全然得意じゃないですどうだろうこれはさてさて、さあいよいよやっていきます。さあまずはそういう授業し、あれで違う。はい、はい、お願いします。はい、行きます。お願いします。27さあ、クワ、20どうなるか。あ、これ話しますね、すいません。33。あ、なるほどね。じゃあ、はい、すいません。はい、行きます。10。ありがとうございます。はい、さすがですね。振り上げられるし。はい、ということで、行ってまいりましたね。はい、お疲れでした。いやー、ちょっと暑すぎるね。しんどい、大丈夫ですか、ね、これやばいよ。もう寝てないと死にましたもん、ね、でしょこれ大事なんで絶対ね持った方がいいよ。これは後で買います。いやマジで買って、これあのプランプランとかで3000ぐらいで買える。マジですか。まだあんのか。これ去年買ってんすよ。マジでしょ。どう今日並び行ってみて。久々の引き弱いなと思って絶対ケツの方だなと思ったら案の定引きました。41人中33番。まあまあ確かに、まあまあまあね。まあでももうこんなんね、5kg分だからね。でも最近でもいいね。まあたまたまね、2番10番、うん、いいじゃんいいじゃん。買いました。ということでこちら、はい、はい、ということで、はい、楽しみにしてたんです。おお、ありがとうございます。よかったっすね。いや、よかったよかった。めっちゃ楽しみにしてたんですよしかも最近ローカットハマってたんですよ。こちら、おめでとうございます。次も色何にします。一応これ赤と黒があって、うん、これは黒、あ白も入ってない、うん、2種類しかないんだけど、うん、赤目立ちますよね。赤目立ち、赤目立ちますね。まあでもね、やっぱねローズに近しい色と。なるほどね。マクファーはあの全部のローズ取ってくるね。一応確かに、はい、はコンプリートすごい五感王ですよね、マスコットの。すごいなぁ。スリーピートスリーピート、そうそうそうそんな感じよ。もうありがとうございます。いや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 、いやー変えてることですね。27の時点でまだ、今度の前1台27ありました。素晴らしい、ありがとう。はい、おめでとう。自分が入った時点でまだ多分サイズ的になかった。あー、なるほどね。で聞いたら50足以上ありそうな雰囲気な。はいはいはい、お答えをします。雰囲気的には、はい、ということで、はい、本日のこちらスニーカーズね、購入確率抽選いきたいと思います、はい、本日もインスタグラム、オンラインサロンのアンケートをもとにスニーカーズの購入確率を割り出したいと思います。ということで、はい、こちらヤジオダワンローの、オンラインサロン撮影予定人数が186、はい、人気ですね。ね、結構あるね。なかなかやっぱりみんな欲しかったかなっていうことですね。そして購入が59。これ 31.2%、 早すぎるな。出すのが早いわ。3人に1人が変えてるって聞いてたんですよ。結構変えてるよ。結構そこから変えてるね。え、マッパー当たらなかった。
か、そんなことないです。ちゃんと挑戦してから来たんですけど。なるほどね。実はね、ねサプライズローズじゃないけど、俺ね、バッファーのね、27年後でスニーカーズ当たってんのよ。あ、マジっすか。そう、もしこれダメだったら、ありがとうございます、スニーカーズのやつ行っとこうって、一応応募したら当たってたの。マジっすか。保険でね。保険で。でも、まあ変えたから、まあまあそっちは別にサロンメンバーに譲るでいいかな。支援とね。そうそう。一応当たってるじゃないですか。いや、全然全然。無双入ってるよ、最近。たまたまね、今日だけ。今日だけを。すごい、さすがです。何より。よかった。おめでとう。このいい色をね、ゲットできて何よりですよ。マクファーがね、一発目来てね、いきなり買えませんでしたから、ね、まあ確かにね、こんな暑い中来てたちょっとそれはね、嫌だからね。それがやっぱ並びじゃないですか。いや、そういうもんなのよね、実際はね。はい、ということで今日はね、そんなハッとさされた、マクファーさんがね、無事、購入できて、今度も2足をゲットしたということでね、早く、マクファーさんね、足が元気になりますようにということでね、それまで皆さん、バイバイチーン、バイバイということで、どうでしたということで、マクファー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。8月3日、バチェラー5ございます。ぜひね、長谷川さん、みんなで応援しましょう。長谷川さん、頑張ってください。長谷川さんの好きなとこダンス。長谷川さんの好きなとこ、とにかく優しいですよ。あー、いいね。めちゃくちゃ優しいです。長谷川さんは絶対優しそうだもん。最後の締めでこれ。優しすぎるゆえに、本当に選べるのって。あ、逆に。なるほど、なるほど。いや、そんなんもっと聞きたかったわ。あ、確かに。うわー、そんなん聞きたかった。3、2、1。現在ですね、12時過ぎまして、なんと MFC の原宿でクロートタンクがゲリラ出てるっぽくて、目と鼻先これ、もう真っ直ぐ行ったらつくちょっと行こうかでも今走ってる人いないから、確かに意外にみんな気づいてないの。気づいてないんだ。普通はもうとんでもなくわーくんのよ。いや、バズからなんかあれ、スーシュが張り替えれるやつで、昔のナイキのエアフォースなんてスーシュパックってやつがあったんだけど、クロートがそれを取り入れてくれたから、しかもこれかね。なんで、確かに結構なんでますよ。だからリンゴ飴ですか。そうでもないんじゃない。あのリンゴ飴の奥。すごい。さあ、こちら MFC。いますね、やっぱ。いや、10人ぐらいいますわ。前の話。これは、まあ、ワンチャンあるかどうかぐらい。これがゲリラ。これがゲリラ。すごいですね。抽選にゲリラに。抽選に。もう全部大ゲリラ。楽しい。全然サイズがないんですよ。一番最初に来ても 25.5 万です。なるほど。残り13人遅く。ああ、じゃあ見届けよ残念。小さいのしかない。はい、小さいのしかない。あ、そうなんですよ。何がでか最大のメンターは俺が分からない。そんなもんいいこといかないよね。あ、ここです。じゃーん。すごいな、みんな間に合いました。そう、変えた。ラスト、ラスト。ちなみに、今野さん選ぶとしたら基準なんですか。え、俺が、あれ参加者を選ぶとしたら、もしまず顔ね。まず顔ね。やらしいな。外見は県大会、中身全国大会ってよく言うの。そうそうそう。だからそっちを知ってからやっと初めて中身って知れるから、自分がいいなって思う直感で選ぶ人の中身を知ってって、消去法かもね。そうそう、なんかバチーなって。いや、それすげえ思うのが、あの、俺だったら、あの、消去法でもう返そうかなって考えてる人たちとグループデートするの。でもそればっかやると、その自分が選びたい人が自分を好きになってくれるのか分かんないじゃん。
やっぱそこ一番不安ですよね。そうそうそう、だからそっちも選びつつやんなきゃいけないのが難しいというか、不安にさせないようにするのと、たまにはちょっと不安にさせてあえてあれしなきゃいけないみたいなのが、あの人たちが考えなきゃ、そうそういけないから、それがおもろい。めっちゃ考えてるじゃないですか。いやもう出ないけど。え、じゃあハルギさんは結構パキッとした美人系。美人系が結構。あとギャル、若ギャル。バカギャルって。若ギャル好き。バカギャルだった。またちょっとタイミングある時に、ね、次回喧嘩継ぎのせいなりかせ。いやそうですよ。ちょっとね、喧嘩継ぎをしたんですよ。喧嘩継ぎ作るで。あのね、あ俺ね、ロケの時はね、喧嘩継ぎ持ってこない。なんか、あ、頭から抜けてた。喧嘩継ぎそういえばやったって。マジでやっと履けるわ。あ、いいっすね、やっぱ。いい色。結構いい色っすね。うん。やっぱ靴紐黒だな、やっぱ。黒っしょ。やっぱ黒だな。そう、黒だなと俺も思うんだ。よし。ってるかな。白も合いそうじゃないですか、靴紐。白も絶対。白、黒、赤のどれかな。